Второго судьбу ставили, что он был Oh.
あの男をあなたたちに引き渡せば、いくらくれますか、と言った。そこで彼らは、銀貨30枚を支払うことにした。その時から、ユダはイエスを引き渡そうと、良い機会を狙っている。Thank you.
都のあの人のところに行ってこう言いなさい。先生だ、私の時が近づいた。お宅で弟子たちと一緒に杉越の食事をすると言っています。弟子たちはイエスに命じられた通りにして杉越の食事を準備した。夕方になるとイエスは12人と一緒に食事の席に着かれた。一同が食事をしている時、イエスは言われた。はっきり言っておくよ、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは非常に心を痛めて変わる側を言い始めた。
Thank you.
イエスは少し進んでいって、うつ伏せになり、祈って言われた。父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りでは、御心のまま。
誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は埋めても肉体は弱い。さらに二度目向こうへ行って言われた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますよ。Thank you.
子と一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落とした。そこでイエスは言われた。剣を鞘に納めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内に座って教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。このすべてのことが起こったのは預言者たちの書いたことが実現するためである。この時弟子たちはイエスを見捨てて逃げてしまった。